こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、ペヤングの超超超大盛りギガマックスという商品が出てたので、今日はそれを3つ買ってきました。なんと1箱ですね、じゃん、2142キロカロリーですね。まあ食べれますね箱にはね、1日1食までにしてください。カロリー摂取基準を上回る恐れがありますとあります。私大体でも1食が上回っているので3つ食べる資格があると思います。で、今日はね、まあいつもだったらまとめて1個食べるんですけど、せっかくね多めの量で1つ出してくれてるんで、1個1個ね作った方がやっぱり美味しいんでね、1個1個食べたいと思います。こうだってね、いつもだとさ10個とか用意するじゃないですか。で、1個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 作ってったらめっちゃ大変やけど、今日はねもう3つでいいけね、嬉しいですね。これは私のためにある商品といっても間違いですねすごい、だからパッケージがちょっとシンプルですね。もうね、結構ね、もう茹で前の時点でね、ずっしり重たいです。おー、はい、ずっしり入ってます。で、ソースがね、もう通常のサイズじゃないですね、かなり大きいです。これで、かやくで、ふりかけですね。このサイズのやつが2つ入ってます。めっちゃ分厚いですね。で、まずはここにかやくを入れます。もうぎっしりだな。そしてお湯をかけます。 1300ml らしいです。で、蓋をします。ここはいつもと一緒ですね、3分です。でもこの間にこれをね、沸騰させましょう。で、3分経ったらお湯を捨てます。で、キャベバンバンをしたらソースをかけます。これでもめっちゃ大きいから混ぜにくいかなと思ったら、結構器を大きくしてくれてるから作りやすいですね。はい、美味しそうなペヤングの完成です。まあ、おのりの香りがいいですね。もうずっしり重たいですね。だいたい1つね 1.05 キロありました。いただきます。結構ペヤングの麺は細いですね。うん、まあシンプルな味付けですごい食べやすいですね。ペヤングの焼きそばのソースはね、結構サラッとしてるんですよね。このクタクタになったキャベツにね、このソースが染み込んで美味しいです。うん、キャベツがてんこ盛りです。うん、完食です。これぐらいの量だとね、特にお腹は何も感じないですね。おやつにちょうどいいと思います。お湯を入れて再び3分待ちます。で、お湯を切ってまたソースをかけます。じゃあ2個目の完成です。で、2個目はね、マヨネーズとラー油をかけてみたいと思います。はい、ちょっとピリ辛っぽくなったんですかね。1個1個作るとね、熱々が食べれますね。すごい美味しいです。からしマヨネーズ入れたみたいな感じで、ちょっと辛みが重ねますね。うん、ラー油と味のすごいいいですね。マヨネーズだけってなんか、まあよくある感じがするじゃないですか。でもラー油めっちゃよく合います。辛さとあと香ばしさが加わっていいですね。このね、ソースがそれで甘いから、甘いのと辛いのでね、いい感じです。完食です。じゃあ最後3つ目です。3つ目はね、キムチとマヨネーズとごま油をかけてみたいと思います。まずはマヨネーズですね。そしてキムチ。キムチって何でも合いますよね。で、ごま油。はい、完成です。あ、ごま油の香りがめっちゃします。
めっちゃキムチ焼きそばです。当たり前か。キムチを入れるとガラッと味が変わって美味しいです。めっちゃキムチ味になります。マヨネーズがあるからマイルドですね。ごま油も香ばしいです。ペヤングトッピングにごまがあるんですよね。だからごま油も合いますね。ラー油を加えるとね、ピリッと辛くなってね、美味しいですね。香りも良くなりますしね。じゃあ最後の一口いただきます。完食です。ごちそうさまでした。ペヤングギガマックスね、量が多くてね、いつも通り美味しくってとても良かったです。これね、普通1個でももしかしたら多いかもしれないから、いろんな味付けをして食べても美味しいですよね。今日ね、このマヨネーズとラー油のやつがね、すごいね、簡単なのに美味しいなと思いました。キムチとかもね、すごくよく合います。でっかいね、食べ物を作るのってなかなか大変なんで、こういう大きいものを出してもらえると嬉しいですね。とても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画がよかったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。